オリッシーの舞踏かオリッシーの舞踏かオリッシーは、インド南東部のオリッサ州に伝わる古典舞踊である。オリッサ州は、古来、寺院の国、彫刻の国として知られており、オリッシーの流れるような動きと優雅なポーズは、オリッサの寺院彫刻の息を呑むような美しさを想起させる。寺院彫刻の端正な美が舞踊を生み出したのか、あるいは彫刻が舞踊を表現したものなのか、 とは難しい問いである。クリシュナ人と関係している、トリバンギすなわち体の三箇所を曲げるポーズ、邪ーの後髪に関連する、超歌という、角張ったポーズは、多くの優美なポーズと共に、寺院の彫刻に刻まれており、またダンサーが美しくそれらのポーズをとるのである。舞踊は動く彫刻であり、彫刻はいてついた舞踊である。両者は、計り知れない歓喜と脅威をもたらす。 加えて、オリッシーの音楽は、その軽快さと叙情性において、右に出るものはない。インド北東部という地理的条件もあり、カルナータカ音楽の洗練された規律と、インド東部の民族音楽の喜びに満ちた奔放さが、調和しながら融合しており、魅惑的な美的経験が得られる。オリッシーは、他のインドの古典舞踊と、同じく、寺院をその起源とする。事実。 インドのすべての芸術は宗教に起源を持つ。インドの芸術は神に対する消えを自発的に表現したものなのである。芸術家は宗教的情熱の中で全能の神と一体になり、自分自身が全能であると感じるのである。オリッサといえば、全宇宙の神、ジャガンナート神が思い起こされる。巡礼地であり、数世紀の間信仰の文化を育んできた。 ジャガンナート神について編まれた物語や伝説は魅力的な神話体系を生み出している。様々な儀式がジャガンナート神への信仰と寺院に結びついており、舞踊もその一つである。バクティの一つの形として舞踊と音楽は等しくその重要性を有してきた。オリッシーはその成長、発展、支援そして存在自体が寺院の儀式と不可分に結びついている。オリッシーは インド最古の古典舞踊であると主張されることがあり、この主張は考古学的な証拠に基づいている。その最も有力なものは、全2世紀のラーニーグンパー洞窟である。その時代の彫刻の中から、完全編成の楽団を伴った舞踊シーンの実例の最初のものが発見されている。学者たちはこれら洞窟の年代を、バラタセンのナーティアシアストラより遡るとしている。 ナーティアシャーストラでは、オリッシーを、南東インドのオドラマガディという名の舞踊であると、紹介している。オリッシーについては、洞窟や論文で、いろいろと記録されているが、その生きた伝統は、マハリたちとゴティブアたちによって受け継がれてきた。マハリとは、オリッサのデイバダーシーである。マハン、ナリ、あるいは、マーリとは神に奉仕するため選ばれたもの、偉大なもののことである。マハリたちは、 造物主のため歌い、踊った。それが彼女らの神への献身なのである。マハリたちは、詩人ジャヤデーバのギータゴー・ビンダの死をもとにした舞踊を演じる。ジャヤデーバの時代以前より、マハリは主にヌリッタそしてマントラとシュローカをもとにした、アビナヤを演じていた。マハリの舞踊の伝統とモティプアの伝統の出現との間が断絶していることには、様々な原因がある。 ゴティプアは女装した若い少年で舞踊を仕込まれており、彼らに舞踊を教えたのがマハリたちである。マハリたち自身は、寺院の境内の外で踊ることはない。常に、寺院のうちである。実際に、マハリには二つのグループがあった。ビタリガウニーマハリたちは、寺院の聖域で入ることでできた者たちで、バハリガウニーマハリたちは、寺院内部にいる者の,の、聖域の外にいる者たちである。 しかし、舞踊を教わった少年たち、ゴティプアは、寺院の境内からを出ることができたのである。ゴティプアが出現した理由の一つに、ビシュヌ派が、女性による舞踊を認めなかったことがある。この時期に、ビシュヌ派の詩人たちがラーダーとクリシュナ人へ捧げる、無数の詩を書いた。ゴティプアたちはこれら女上司の舞踊を演じた。そのため今日に至るまで、オリッシーの演目には、 ジャヤデーバが表したギータゴービンダからのアシュタパディと、オリアーゴの詩人たちによるラーダーとクリシュナに関する歌で溢れているのである。一つ一つの動きの連携が滑らかなアシュタパディとは、対照的に、オリアーゴ女上司が演じられるときは、多少おぎくしゃくした動きとなり明白な違いがある。今日のグルたちのほとんどはゴティブアであり、彼らによって、インド内外の舞踊家及び教師たちに、 舞踊の方が伝えられた。農村にある寺院の境内と都市の劇場には大きな隔たりがある。オリッシーは両方に渡ってうまく、そして有意義に存在している。マハリたちとゴティプアたちは今でも人々の記憶に残り、感謝されている存在である。しかし今日では、オリッシーの偉大なグルたちが存在し、オリッシーの運命を導く、同じ伝統から育ってきたのである。 グルたちは非常に熟練したダンサーの一世代を築いた。彼らは高い自覚を持って舞踊の型を守ってきた。単に教えられたことを反復するのではなく、舞踊一層の高みへ導く美的経験を生み出すことによって守ってきたのである。この芸術を継続させ支えてきたのはダンサーたちと教師たちなのである。グルたちの数は今でも増加している。 オリッシーに対して注目が集まり始めたのは1950年代初頭のことである。インターユニバーシティユースフェスティバルにおいて古典舞踊部門でオリッサ代表となったのがプリアンバダ・モハンティである。チャールズ・ファブリ博士はオリッシーを偉大な舞踊であると称賛した。彼はインドラ・ニー・レーマンが行った舞踊の研究、そしてこの偉大なダンサーが国際的な舞台に オリッシーを登場させるという最初の一歩を踏み出すことの手伝いをしたのであった。パドマビブーシャングルケルチャランモハッパトラ、グルパンカジチャラン、ダース、グルデーブプラサードダース、グル、マヤダルロートラグルたちと、三熟タッパニグラヒー、クムクムモハンティ、ソーナールマンシンフ、マーダビムドガル、そして、プロティマガウリーたちダンサーたちによって、オリッシーの普及は最高潮となった。近年では、 インド内外のたくさんの組織や個人がオリッシーを教えている。全体としてオリッシー界は脈動しており、インド国内の未開拓地域は国際的なシーンの一部となりつつある。オリッシーにおける主なポーズは鳥ンギと超過である。鳥ンギは要するに体の3箇所を曲げるという意味で非常に女性的である。オリッシーにおける超過は バラタナティアムで用いられるアラマンディと同等と見られている。ただし、両者は完全に同一なポーズではなく、長過の方がアラマンディより足の開き方が大きいという違いがある。典型的なオリッシーの演目には、マンガラチャランという祈祷が含まれる。これは、ジャガンナート神や他の神々に対する賛辞であり、観客を歓迎し、師匠に感謝する内容の詩も含んでいる。 パラビトは、リズミカルな音節の連続であるボールスに合わせて踊る、純粋舞踊である。アビナヤとは、ムドラ、表情、そして、ボディーランゲージをもって、感情を表現し、情景を描写する舞踊の一要素である。オリッシーにおいて、アビナヤは、サンスクリット語の歌、オリアー語の歌双方で用いられる。モークャはダンサーが神と一体になろうとする、純粋舞踊である。他の、 よく知られた演目にはダサアバターラがあり、これは、ビシュヌ人の銃の化身を舞踊で表現するものである。芝神を元にした演目として、バトゥヌリッティアがある。グルケルチャランモハパトラ、グルパンカジチャラン、ダース、グルデーバプラサードダースらは、オリッシーを支える、最も重要な人々である。ダンサーとしては、スジャータモハパトラ、アローカカヌンゴ、ガンガーダルプラダーン、ドゥルガーチャランダンビール、 ジェールムパランジェープ、ラームリー・イブラヒム、スルパ、セーン、ラトナー・ローイ、マーダビ・ムドガル、ダクシャー・マシュル・ワーラー、デイビー・バース、アーナンディ・ラーム・チャンドラン、リッタ・デイビー、モナリサ・ゴーシュなどがいる。ありがとうございます。